こんにちは。朝日鍼灸整骨院の佐藤浩一です。今日は2月から3月にかけて、で体がこう春に向かってくるときに、なんかちょっとこう体がこうボーっとするなとか、すっきりしないなっていう方の対策方法を紹介させてもらいます。で、なんでそういうふうなことが起こってくるのかっていうと、2月から3月にかけてくると、体がこうだんだん春になろうとして、こう体の中でこう、あったかい感じを作っていくんですね。だから2月3月っていうと外はまだまだ寒い。なんで外が寒いのとこう体もあったかくなりたいっていうこのバランスが合わなくなってくるんですね。っていうことなんで、このバランスをうまく取っておいてあげると、こうモヤモヤしたりとか、なんかちょっと調子がおかしいなっていうのを防ぐことができます。じゃあどうすればいいのかっていうと、外の外気温ぐらいの水分をまめに取るようにする。そういうふうにすることで、外の気温と体の中の気温を一緒に保つことができるんで、そういうふうにすればこうモヤモヤしたりとか、なんかボーっとするなっていうふうなことを防ぐことができます。でまた冬の時期はあったかいところから急に寒いところに行ったりとか、寒いところからこう急にあったかいところに行くと、こうパッとこう気温の差でこうふーっと気を失ってしまったりとか、ちょっとこう苦しくなってしまったりっていうことが結構あるんですけど、そういうふうなことも外の気温と同じぐらいの水分を取っておいてあげると防げますんで、ちょっとこう今の時期にそういうふうにこう気持ち悪くなったりとか、去年とか一昨年とかそういうふうになったことがあるなっていう方は、ぜひ試してみたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。